冷戦は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第7シリーズ第8話。脚本は、マーク・ゲイティス、監督は、ダグラス・マッキノンが担当し、BBC1 で2013年4月13日に初、放送された。本作では、異星人のタイムトラベラー11代前ドクターと彼の、コンパニオン・クララ・オズワルドが1983年冷戦中の、 ソビエト連邦の潜水艦に到着する。艦内では氷の戦士の最高司令官スカルダクが確保されており、彼は拘束を解いて人類への逆襲を開始する。冷戦では三代目ドクターの物語ザ・モンスター・オブ・ペルドン以来となる氷の戦士の再登場が描かれた。彼らの再登場はゲーティスのアイディアであり、氷の戦士ですべきことを思いついたゲーティスが、 エグゼクティブプロデューサーのスティーブンモファットを説得した。氷の戦士の衣装は改良が加えられたものの、制作チームは彼らの知名度が低いと考えたため、大幅な変更は行われなかった。本作は物語が閉鎖的であったため撮影は潜水艦のセットで2012年6月に行われた。視聴者は737万人で、 批評家からは一般に肯定的なレビューを受けた。マーク・ゲイティスは、氷の戦士の再登場を長らく考えており、本作で実現に至った。氷の戦士は、ドクター風クラシックシリーズの、よく知られた悪役であった。氷の戦士は、ザ・アイス・オリアーズとザ・シーズ・オブ・デスで2代目ドクターと対峙し、ザ・カーズ・オブ・ペルドンと、E.N. ・ザ・モンスター・オブ・ペルドンで3代目ドクターと遭遇した。 番組制作総指揮者、スティーブン・モファットは、当初、氷の戦士を再登場させることをためらっていた。というのも、氷の戦士は、動作が非常に簡単で、言葉も聞き取れないような喋り方であり、現在の視聴者に受け入れられないと考えていたためで、ある。しかし脚本家のマーク・ゲイティスは、氷の戦士の物語のファンであり、彼らを再登場させるためのキャンペーンを行っていた。 もともとは彼らの別の番組、シャーロックの制作のための電話で、ゲイティスは氷の戦士でやるべき、非常に巧妙なアイディアを提示し、モファットもそれを受け入れた。モファットが気に入ったのは、潜水艦という舞台設定と、鎧を脱いだ氷の戦士の姿を見せるというアイデアであった。ゲイティスは、氷の戦士の時系列に、ギャップが数多くあると感じ、それを利用して、 氷の戦士の掘り下げを行った。ゲーティスはドクター風の舞台を潜水艦にすべきだと考えた。エグゼクティブプロデューサーのキャロライン・スキナーは物語についてレッドオクトーバーを終え、式の古典的な潜水艦映画の心臓部に巨大な氷の戦士を解き放つと表現した。ゲーティスは自身が 冷戦の時代を好んでいたことと、1980年代は危機が何度も間近に迫っていた時代であることから、物語の時代設定を冷戦期にした。また、ゲーティスは、本作がトラウトンの時期に共通する閉鎖的環境の物語であるとも述べた。また、ダーディスが海水に浸って緊急移動した機能、ハズはずは、2代目ドクターがクロトンズと遭遇した際に使用した機能である。 冷戦の台本の読み合わせは2012年6月6日に行われ、撮影は6月13日に開始された。潜水艦が舞台であったため、1テイクごとにキャストには霧吹きで水が吹きかけられた。登場人物が水浸しになるシーンはキャストに大量の水がかけられた。ジェナルイーズ・コールマンは撮影を楽しみ、 マット・スミスは水浸しになることで撮影が容易になったと述べた。コールマンは顔がまみれる、マスカラが擦れるなどしてメイクの工程がすべて逆になったと主張した。水中の潜水艦のショットには模型が使用され、上下反対で吊り下げられた状態で撮影された。他の再登場したモンスターと違い、氷の戦士のデザインには大きな変更が加えられなかった。ゲティスは オリジナルの基本を維持することを主張し、モファットは、オリジナルのデザインは、新たな改変を加えるほど十分知られていないと述べた。そのためスカルダクの鎧は、オリジナルの司令甲板という程度に止められた。ミレニアム FX のニール・ゴートンは、オリジナルの氷の戦士のデザインについて、レゴブロックのような手と、奇妙な、細い腕、かさばった体。 奇妙なサドルバッグのような伝部を心よく思わなかった。また、体の各所から毛皮が飛び出ている点もあり、氷の戦士という印象を抱かなかった。そこで彼は、氷の戦士がもっと牛肉のようで強く見えるように、すべきだと考え、体格をボディビルダーのようにし、手と体のスタイルを鎧のプレートらしく見えるように改変した。オリジナルの衣装には、 ガラス繊維が使用されていたが、本作では代わりに着心地とダメージの軽減を考慮して、ウレタンゴムが使用された。衣装は、俳優のスペンサー・ウィルディングの体に合わせて、特別に制作された。スカルダクのシンの姿が映像中に登場したのは、わずかなシーンのみであったが、ゴートン曰く制作チームは、全身のアニマトロニクスを制作していた。冷戦は、 イギリスでは2013年4月14日に BBC1 で初放送された。当夜の視聴者数は573万人で番組視聴選挙率は28.8%を記録した。タイムシフト視聴者を加算すると視聴者数は737万人に上り、その週に BBC1 で放送された番組では第5位となった。さらに、 BBCiPlayer では4月中に165万リクエストを記録し、同月では同サービス上で4番目に多く視聴された番組となった。アプリシエーションインデックスは84を記録した。日本では放送されていないが、2013年11月23日からドクター・フーの第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が Hulu で順次開始され、 冷戦は2014年に配信が開始された。本作は一般に肯定的なレビューを受けた。ガーディアン氏のダンマーテインは本作をこの新しいシリーズで暫定的に最高のエピソードであるとし、マーク・ゲイティスの最も良い作品だと述べた。彼は氷の戦士を再登場させたことと各要素が合わさって緊張感のあるピリピリとした閉鎖的な雰囲気で、 ありつつも心が満たされる内容にばっていることを称賛した。ザップニーットのジェフ・バークシャーは、冷戦がゲイティスの以前の作品、テレビの中に住む女や、ダーレクの勝利よりも良いと述べた。彼は、ゲスト出演者を称賛したが、もう少しキャラクターに、深みが欲しかったとコメントした。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは、滑らかで知的だ。 映画的な美的感覚と調子があったと物語を評価した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、タービスが不在なのに、その翻訳機能が働いていることに矛盾を感じたが、全体を通して演技、ビジュアル、物語について肯定的であった。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作に星4つをつけ、立派に組み立てられていてスリリングだと表現した。彼は設定と会話を称賛したが、 ソ連のキャラクターは恐ろしいほど撮るに足らない人物になっていたと評した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは本作に欲しいをつけて驚くほど保守的な雰囲気ではあるが新鮮でエキサイティングだと述べた。彼は2005年に番組が復活して以来ドクター風に恵みをもたらした最高のゲスト出演者がいると綴り氷の選手の再登場を称賛した。 ザ・ AV クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を A と評価し、緊張感のある雰囲気や氷の戦士で新たな演出が採用されたこと、ゲスト出演者の演技、クララの重要性を強調した。SFX 氏のラッセル・レウィンは星4つをつけ、セットや演出、氷の戦士を絶賛した。一方で、レウィンは、氷の戦士が鎧を脱いだこと以外は、典型的な閉鎖環境の物語であり、 予想外の展開がなかったとも指摘した。異軍のマークスノーは本作に10点満点で8.3点,点をつけた。彼は氷の選手の再登場を絶賛し、スカルダクはドクター風で最も記憶に残る悪役であるとし、サイコパス的な解決手段や厳しさに触れ、彼の風貌は潜水艦という環境も相まって堂々としたものになっていたと語った。 トアドットコムのエメット・アシャーペリンは本作にさらに批判的であり劇中での出来事が少ないと指摘した。彼女はペース配分がずさんだと述べスカルダクは面白い敵ではなかったと述べた。ドクトル風マガジン460号ではグラハム・キブル・ホワイトが賛否両論のレビューをした。彼はアクションが早い段階で起こってその後も継続している点を高く評価し、 氷の戦士の肩の毛がなくなったことを残念に感じながらも彼らの再発明をドクター・フー・クラシックシリーズの敵の再登場の中では現時点で最高のものだと評価した。一方、彼は氷の戦士の名誉の概念に不満を抱いたほか氷の戦士の真の姿が明かされたことを批判した。彼はスカルダクの真の姿が特に記憶に残らない CGI のカメだと述べ、 謎に満ちた怪物を明るみに出すと、かえって魅力が損なわれてしまうことを BBC が忘れてしまったようだと主張した。彼は本作が番組のタブーを犯している可能性があるとも懸念した。ありがとうございます。